けることがないから自然消滅して、うちらが自然にそこの組出ることになっちゃった組と関係なくなったんですね。で、その時に今度1まあ、それが18。17ぐらいの時です。で、18ぐらいの時にその時に一緒にいて、そこで一緒にやってた。同級生が先ほど言ったけど、そのま日暮れ一家っていう。これも敵。あの組織なんだけど、そこにいた親方と知り合って。 で、その親方が、山口、そこの木暮っていうところの親方が、稲川会に行くか、山口組に行くかっていうふうになって、お互いに意見が割れたんです。で、うちらがついた親方っていうのは、稲川会に行くのを反対してたんです。で、それでもどうしても稲川会に行くってなって、本人はじゃ割って出たんです。その考え方には賛成できないと、賛同できないということで,で、賛同できないって言ったら、その親方に、 その一緒にやってた同級生っていうのが、何らかの形でちょっと縁持って知ってて、ここの組が、その山口組の、その、まあ、義流会っていうところの親分を、何らかの形で知って、新しくこの中野会っていう形で組を起こすから、みんなでそこに行こうかという話になって、そこの組に次行くこうとになったんです。それが18の時だったかな。辞めてすぐ1年ぐらい、間ぐらい空いて、 そういうい組の話がまたた出てきたんです、うん、でそこでやっぱりこの中野会って組っていうのはもともと山口組の、まあ、今神戸山口組っていうところの親分になってますけど山県組っていう組が大きい組があったんですね今はもう行動会ですけどその山県組っていうところの県立会っていう組があってそこの相談役やってて いや、まあやってた人がその中野っていう親分だったんですよ。中野太郎って親分で。で、その親分が、今山口組っていうのは6代目ですけど、5代目山口組っていう時に、山県組っていうのが実験取ったんです。<っ>で、その山県組の,その渡辺組長っていうのは山、さんと2代目の山県組の組長をしてて、で、山口組の5代目に選出されて、その時に、まあ一応、 お互いに間柄もあったのか山口組の5代目の直左に昇格したんです中野会が。です、うん、でその山県組の中でもすごくこう群を抜いててもうイケイケの組で中野会っていうのがだから枝の組、まあ、下の山中野会何々組何々組ってこう分かれてるじゃないですか。 だから、山口組、あ中野会、何々組、また何々組の下にもまた何々組って、こう、一応、ピラミッド型になってるんだけど、自分の上にある組織を名乗らないでもうな、もうみんな一律、中野会って名乗ったわけですよ、ほんとんど。で、それでもう、中野会っていう名前を出しただけで、ほとんど例えばトラブルことがあっても、長い話にならないで、中野会っていう話だけで、ほとんどみんなバックギア引いてたんです。 うん、そういう時代を我々は息づいてきて、まあ、めちゃくちゃやってましたね、うん、その頃は、うん、もう何かあった時に中野会だ中野会だって言ってでその中野会っていうのも結局もうあそこの組には手出せないというようなことがあって、うん、結局よその組をいじめたりもしてたわけですよやっぱり中にはねでそれが今度そのまあ,あの5代目の時にその中野の親分っていうのが自分の家の近くのとこの まあ散髪屋に通ってたんですけど、京都に合図小手使会っていう組があって、そことあの京都の、京都駅かなんかの、まあ京都のどっかの利権の関係でトラブってたらしいんですよね。で、これはいろんな説があるんだけど、その床屋の散髪に行ってるときに、合図小手使会の連中が、ヒットマンが来て、 殺しにかけたわけですだからたまたまボディーガードの高山さんっていう人がもう今亡くなりましたけど、うん、当時そこで頭補佐やってた高山さんっていう人がボディーガードでいてで、うん、本人だけじゃないですよ見えないとこにも一応 SWAT と,と,と呼ばれるメンバーがいて中野の親分には絶対見えないようなとこでこうガードついてたもんが必ず編成されてた、うんですそれらが結局バーンとこうヒットマンが勝ち込みしたときに あの結局、そのボディーガードをしてた高山の補佐っていうのが、2人そこで打ち殺してす、打ち合いになって、うん、で、いろいろとその床屋っていうのは、その親分がずっと使ってたので、万が一のためにと思って、お金を出してあげて、そこの美容室は一応、まあ、ガラス張りのなった床屋さんなんだけど、防弾ガラスにさせてたんです、たまたま。ね で、極端にこう弾が行くことなくて、中にも入らなかった。まあ中にも途中まで来られたんだけど、まあ中野野野軍にはかすり傷一つもなく、えー、ボディーガードのおかげで命が助かったわけなんですよね。で、それで結局、ただ利権の話かなっていう話になったら、結局いろんな話の説が出て、まあ、その日のうちに、あの、匠の若頭だとか、 元戻いた山県だとか、行動会だとか、それから、えー、っと、古川組だとかって何社が入って、合図虎鉄の人間と手打ちをしてるわけですね。うん、トラブルをもう収めてるわけですわ。もう早急早いうちに。うんうん、それを中野の親分に報告をせずに、なんで俺が狙われた張本人なのに、なんで俺にそういう話がないんだと。 勝手に話を進めやがってっていうのが多分発端だと思うんですけどね。それでいろいろと、まあ、こう、思いが募り募って、結局、こう、今回その匠若頭が1年か2年後ぐらいに神戸のオリエンタルホテルで中野会が、あの、要は、あの、作ったヒットマンに狙撃されて亡くなったっていう事件ができたわけです。で、 我々はその時には事務所にいたのでたまたま私が事務所の当番をしていて、うん、何気なしにテレビのチャンネルテレビをつけたわけですよパッと。だから私が入ってたとこのそこの事務所っていうのも一般の人も住んでるマンションなんだけど、うん、ヤクザもの住んでたりとか一般の,の人が一般の人が住んでたりとかヤクザの事務所もちょっと入ってたようなマンションだったんです。 で、我々のいたその回っていうのは確か10回で、たまたまその時に私が事務所当番で、まあ何、何気なしにパッとテレビのチャンネルをつけたら、核組の頭が、玉口組の頭、核組の組長が神戸のオリエンタルホテルで狙撃されたっていうニュースがたまたまチャンネルつけた時に、そのニュースをやってたわけです。<laughs> えーってなって、我々下のもんは分かんないじゃないですか。何があったんだって話になって、そのニュースが流れ終わった後ですよ。事務所に <laughs> よその組から、中野会じゃない違う山口組の組から、もう鳴りやまないぐらい電話がバーンと入ったわけですやっぱり電話鳴るから電話通るじゃないですか。だから お前こら今から行くから待っとけよ、殺しに行くから待っとけよって、もうそんな同じ電話がもう何十本、何百本って入ったわけですよ、もう、鳴りやまないぐらい。で、警察も、まあ、ここの組、その中野会の組があるからということで、俺のところに警察が直接入って、一番下のマンションの入口のところに警察、機動隊、貼らせてもらうぞって話になって、俺の電話があって、まあ、ニュースを見てから1時間もかかんないぐらいですね。 だーっとも警察が、機動隊が張り付いたわけですで、私が当番を開けて帰るときも、警察にガードされて、いいって言われても、警察にガードされて家に帰ったりしてたわけですね、事務所の近くに住んでたんで、た、まあ、だから私も、まあ、私は当時、その組で、村上組っていうところの組で本部長してて、で、役職、役がついてる、ポストのある高い人間ですね、がみんな結構ターゲットになったわけです。 殺されるターゲット。まあ、何らかのことをされるっていうターゲットその中の一人に私も入ってたわけですね。で、私の住んでるマンションにも、こう、もうヒットマンみたいなのに囲まれてたわけです。で、まあ、籠城生活するわけですね。うん、で、うちの組にいた、まあ、自分の若い衆だとか、若い衆数人だとか、うちの組の関係の人間が、数人うちのどこの、私の部屋のマンションで、 ちょっと籠城生活をして。で、その時に、籠城生活してる時に、私の組の,その村上っていう組の、まあ、兄貴であって親分なんだけど、ちょうど網走刑務所に懲役行ってたんです。で、中野会のこの事件があったその年の時に出所してくるっていう状態だったんですだけど、こんな状況だからって言って、いろんなヒットマンっていうのが、 各刑務所にどこの刑務所から出てくるか、網走には入ってたんだけど、多分移送がかかるなっていうことで、どこの刑務所から出てくるか分かんない,い状態になってたんですね。うん。だから各刑務所にヒットマンが分散していってたらしいんですよ。それで警察の方もメンツがあるから、絶対にお前ら、組の人間で迎えに行くなと。大ごとになるからって言って、だけど自分の親分ね、親分であり兄貴が出てくるのに、 迎えに行かないわけにはいかないと。で、警察の、その、絶対やめてくれよっていうことを振り切って、たまたま、まあ、北海道にはいくつか刑務所あるんだけど、うちらの組総出で各,各地分散して、で、我々われ、わた我々を、俺を率いた、そのメンバーで行った刑務所、旭川刑務所ってあるんですけど、たまたま行ったとこに、そこに移送されてたんですね、網走から。 でそこの刑務所に我々は迎えに行くわけです。だから、警察も分かってるから、もう入り口のとこにもに機動隊がだーんと張り付いてるわけですよ、十数人。で、俺のどこに、お前、メンツ潰しやがったなって、警察の傍隊の4課からバーン電話入って、お前、覚えとけよ、これ警察のメンツ潰しやがって、あれだけ迎えに行くなって言うてるのに。って言って、も警察と今度は喧嘩になってたわけです問答なんて。うん、だけど、普通にね、 その自分の親方や兄貴分が出てくるのに、ヤクザやってて迎えに行けないってことはありえないだろうって、しかもこんな今、抗争になってるのにってだって、出てきてからヤクザともうよその組からね、結局こういうことがあったからって、よその組と揉め合いになるわ、警察とは揉め合いになるわって、その時期はすごい大変な年だったんです、すごく。で、それから、うちらの組だけが、この村上組っていう上に義理龍会っていう組があったんだけど、 義流会っていう組がいろいろとまあ残ってる組のことを考えて、よその組に義流会一応出たです。だけど俺はいろいろとまあその組で村上組っていた時代に一応部屋積みやってたとかって言って中野会の直さんのこういろんな人たちを知ってたので、うちのその村上っていうのをそういう関係で知り合った上で、中野会のその当時若頭だった山下茂雄って頭がいたんですね。山重組っていうところの組長だったんですけど。うん うん、その組長を中野、今、まあ、姫路に、姫路の,その義の界という組にいたときに、まあ、中野会の、まあ、査定になりましたけど、その人を介して、まあ、俺も山城の頭とかってみんな知ってたので、うちの,その村上っていうのを合わせたわけです。で、合わせて、もう中野会っていう組が単独の組になってたから、一、まあ、人でもやっぱり組に直参欲しいじゃないですか、直接の若い衆とか査定が。で うちらも自分の兄貴だしって、兄貴が行くんだったらうちらもついてくっつって、みんな組員がついてて、でたまたまそこに紹介をしたら、そこの中野の親分に、まあ、じゃあ気に入られて、じゃあ私の杯を下ろすってなって、構想中でもありながら、そこの組になったわけです中野会に残ったで,、うん、でまあそれから2年ぐらい経って、2年、3年ぐらい経って、まあ、中野会ももう解散になるなとかならないなっていう時期になって、 うちのこの村上組っていうのも解散したわけです消滅したわけですねこれが一区切りの中の階までっていうどこの話です私の人生の中でうんでそっから今度姫路の親分のとこに私が個人でもともといたその兄貴分っていうのともいろいろとトラブルで喧嘩して、うんうん、本人はもう片桐になりましたけどそのまま 私はまだヤクザを続けたいっていうヤクザの生き方をしたいからっていうことでもともといたその義流会村上組の上の組の義流会っていうところに戻ったわけです、うん、そっからそこの古川,義あ古川組義流会っていうところの組のスタートがまた第2のスタートっていうかまあ一番最初的形だから第3のステージですね私ののヤクザ人生が始まったわけです、うんうん